ヤンキースの黒田がカージナルス戦に先発。初回を三者凡退に抑え、上々の滑り出しとなります。3回には満塁のピンチを迎えますが、後続をしっかりと仕留め、無失点と粘る黒田。6回途中までを3失点。味方打線の援護により、今シーズン4勝目を挙げました。